はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。いやいやいや、ついに出ましたよ、固体リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源。これまでリン酸鉄とか半固体とかいろいろありましたけども、多分固体電池は異次元です。最近自動車メーカーが実用化するっていう噂が飛び交ってるんですけども、先にポータブル電源メーカーが実用化してるっていうのもなかなかすごい話ですね。というわけで、そんな最新型のポータブル電源使わせてもらえることになりましたので、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形やスマホ操作なんかもいろいろ試してみたいと思います。で、おそらく固体電池何がすごいのかってよくわからんぞっていう方もいっぱいいらっしゃるかと思いますので、通常のバッテリーと何が違うのか、そこら辺もいろいろ解説していきたいと思います。それからこのチャンネル、いいところも悪いところも測定結果の数値をベースに私が好き勝手言ってるだけなんですけども、一応プロモーションタグ点灯させておきます。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。いやー、初めてかつおそらく国内最速級の仕様となりますので、ちょっと興奮しちゃいますね。で、今回測定してみる機種がこれ、吉野パワージャパン社製ポータブル電源 B300SST っていうやつですね。で、スペックはと言いますと、はい、容量が 241W 時、定格出力が 300W、最大瞬間出力は 600W、 バッテリーの種類は固体リチウムイオンバッテリー、充放電サイクルは約4000回以上、これ容量 80% 維持の時ですね。で、ソーラー発電入力が 100W、 寸法は 255×156×242mm、 重量は約 4.5kg っていう風になってます。で、まず目につくのはやっぱりなんといってもバッテリーの種類が固体リチウムイオンバッテリーっていうとこですね。で、こいつ三元系になるんですけども、固体化っていう新しい技術を使うことで安全性を高めた上に、寿命も4000回以上っていう、これまでだと考えられないような性能ですね。ホームページや取説には寿命2500回って書いてましたけども、最新のテスト結果では4000回以上いけるっていうことが確認できたみたいですので、更新しておきます。っていうか、リン酸鉄の寿命を超えちゃったんだな、これすご。で、固体バッテリーの凄さについては後でもう少し詳しく説明したいと思います。それからこの会社、実は4機種同時にラインナップしています。今回は左上の一番容量が少ないタイプですけども、実は機種ごとに備えている機能が違ってたりしますので、また別の機会に解説したいと思います。ただこの一番でっかいやつになると、容量あたりのサイズや重量がいい感じになってそうです。はい、で、中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC アダプター、もちろん日本のコンセントに刺さる形になってます。ちなみに出力は 120W っていう風になってますね。それからシガーソケットから充電するためのコード、そしてソーラー充電用のケーブル、片側 MC4 になってますね。それからこれはシガーソケット、小型タイプのポータブル電源でたまに採用されている方式ですね。そしてこれはクイックスタートガイドと保証書5年と、あとはこれありがとうのお手紙ですかね。そして最後に取扱説明書で、中身すべて日本語で書かれてますので、これ迷うことなく使えるかと思います。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、右側の数字が残量パーセント、そして真ん中の数字が使用可能時間の目安、そして左側が今消えてますけど、インプットとアウトプットの電力になってます。で、画面の左に行きますと USB ゾーンがあって、タイプ A 形状が2口、タイプ C 形状が2口ついてます。
それから下の方に行きますと、はい、AC の出力コンセントが2口ついてます。そして右上には DC の出力が2口ついてます。それからその上に LED の照明がついていて、はい、ボタンを押すと点灯、もう一度押すと消灯っていうシンプルな形になってますね。で、側面を見てみますと、はい、上側に通風口があって、それ以外は何もないすっきりしたデザインですね。で、背面の方に行きますと、はい、基本的にはすっきりしたデザインですけども、上側にパカッと開くカバーがあります。で、この中見てみますと、はい、充電用の DC の入力ポートが2つついてますね。で、逆サイドの側面を見てみますと、はい、反対側と同じで上の方に通風口が開いてます。そして筐体の全体なんですけども、はい、このグレーの部分と緑の部分はプラスチックでできてる感じですね。そしてこのメタリックの緑の部分はこれアルミですね。アルマイト処理がされていて非常に質感が高いです。で、あ、これこのアルミのところに通風口の穴いっぱい開けてるんだな。なかなか手の込んだ構造です。そしてこの下のところになんか六角ネジみたいなのがありますけども、これ回すためのものじゃなくて、ストラップとか引っ掛けて肩にかけて持ち運んだりするための出っ張りですね。そして上側が持ち手になってるんですけども、はい、内側にクッションついてて持ちやすい感じですね。で、この持ち手の金属ですけども、お、ぐるっと一周囲われていて、これ継ぎ目ないですね。おお、この金属でぐるっと一周囲まれてると、なんか強度的にすごい強そうですね。そして重量も軽いので片手で簡単に持てますね。で、コンパクトなポータブル電源ってやっぱりいろんなところに持ち運んだり振り回したりするので、安全性の高い全固体バッテリーが採用されてると安心感が違いますね。はい、というわけで固体バッテリー何者かと言いますと、はい、まずは一般的な三元系リチウムイオンバッテリーの構造から見ていきましょう。全体的にはこんな感じになっていて、正極と負極、それから液体の電解質が満たされていて、その中をセパレーターという部品で仕切られています。で、正極の方にですね、三元系リチウムイオン、要は三元系の材料が使われているっていうのが特徴ですね。で、負極の方は炭素系の材料が使われていることが多いです。で、この三元系リチウムイオンバッテリー、世の中でよく危険とか言われている理由なんですけども、はい、まず過充電とかですね、短絡ショートとかが発生すると何が起きるのかと言いますと、はい、電極がですね、熱くなって発熱します。で、電極が発熱するとどうなるかと言いますと、はい、ここからですね、酸素が溶け出してこの液体の電解質の中にボコボコ出てきちゃうんですね。で、この液体の電解質っていうのは基本的には可燃性の液体が入っていることが多いですので、その可燃性の液体と酸素が合体するとどうなるのかと言いますと、はい、容易に発火しちゃうっていうことになっちゃうんですね。では、最近主流になりつつあるリン酸鉄リチウムイオンバッテリーはどうなってるのかと言いますと、はい、全体の構造はほぼ変わらないんですけれども、この正極材ですね、ここにリン酸鉄リチウムイオンっていうのを使っています。じゃあ、これも同じようにですね、過充電とか短絡とか起こるとどうなるのかと言いますと、はい、これもですね、同じように発熱はします。で、発熱はするんですけども、はい、この正極材のリン酸鉄ですね、酸素との結合が強いので、温まってもですね、酸素がポコポコ外に出てくることがほとんどありません。で、酸素が出てこないのでですね、全体的に燃えにくいっていう特性にもなってます。で、これに対して最近半固体リチウムイオンバッテリーっていうのが出てきてるんですけども、これはどうなってるのかと言いますと、まあ、正極材負極材っていうのは何でもいいんですけども、電解質ですね、先ほどの液体だったものが半固体、ブヨブヨしたゲル状のものに変わってるんですね。で、ここはゲル状のものに変わっていると、まあ、液体みたいに勝手にスルスル移動したりとかですね、
衝撃で漏れたりすることとかもなくなりますので、液体の電解質と比較して安全性が高いといったような構造になりますね。ではお待ちかね、全固体リチウムイオンバッテリーはどうなってるのかと言いますと、はい、もう構造が全然違いますね。で、正極と負極っていうのはもちろん存在してるんですけども、液体の電解質っていうのがなくなっていて、真ん中に固体の電解質を挟んでいるだけといった構造になります。で、この固体の電解質挟んでるとどうなるかと言いますと、はい、でもちろん固体なんでですね、まあ、液体が漏れたりとかするようなことはありませんよと。で、固体の電解質なので、まあ、そもそも燃えにくい、あんまり燃えるっていう性質を持ってないんですね。それから固体ですので、まあ、低温で凍ったり粘度が高くなって電子の移動が妨げられたり、高温になって蒸発して膨らんだりとかですね、そういうことがなくなるんですね。で、まだ他にもいろいろありますけども、まあ、メリットまとめてみますとですね、まあ、全体的に安全性が非常に高い、それから高温低温にも強い、そして劣化しにくいイコール寿命が長いっていう特徴もあるんですね。で、これ理由としては、液体の電解質だとイオンが行ったり来たりするときに余計な反応、副反応っていうのがいっぱい起きてですね、それが劣化の原因になっちゃうんですね。で、それに対して固体の電解質だとその副反応がほとんど起こらないので、まあ、あんまり劣化しないイコール寿命が長くなるっていうような特徴があります。それから高速充電と相性がいい。で、固体バッテリーは電圧を高くすることができるっていうことと、内部抵抗が低いので高速充電と非常に相性がいいっていう特徴があるんですね。それからエネルギー密度が高いイコール軽量でコンパクトにできる、まあ、パッと見てわかるようにですね、液体の電解質使ってるものに対して、まあ、使ってる部品が少ないというか構造がシンプルなんですね。というわけでいろんなものが必要なくなるので、まあ、軽くてコンパクトに作ることができますよっていうことになります。それから設計の自由度が高くなる。で、これは電池の構造とは若干関係ないんですけども、液体の電解質使ったタイプだとやっぱり外からの衝撃とかに弱くなっちゃうので、結構ですね、周りのケーシングを頑丈に設計しないといけないっていうことが必要とされるんですね。で、これに対して固体の電解質だと、まあ、そもそもカチカチのものが中に入ってるので、そこまで周りの防御力を高くしなくても安全性が担保できるっていうような特徴があるんですね。というわけで固体の電解質を使うとポータブル電源本体も軽量コンパクトに設計がしやすいっていうことになるんですね。で、全体をまとめますと、これまでのリチウムイオンバッテリーの弱点っていうのを全て克服できたっていうのが全固体リチウムイオンバッテリーの特徴っていうことになりますね。で、メリットばっかりですごいじゃんっていうことなんですけども、デメリットはないのかと言いますと、はい、実用化が難しいイコール製造が難しいっていうのが今まで問題になってたんですね。ただ今回そこも克服して量産化してますので、これからこの技術どんどん発展していくかと思われます。ちなみに実際に比較した映像があります。これは従来の液体の電解質を使った三元系リチウムイオンバッテリーですけども、こんな風に斧の一撃が入ると、まあ当たり前ですけど燃えますよね。で、固体バッテリーに同じことをするとどうなるかと言いますと、はいはい、あ、煙も出なくて全然平気そうですね。そして沸騰したお湯、おそらく100度くらいあるかと思いますけども、この高温で煮込んでも大丈夫っていうことみたいですね。ちなみに60度の高温の中に5日間放置しても大丈夫だったっていう実験結果もあるみたいです。で、こいつスマホに接続して状況の確認や遠隔操作ができたりします。で、これ事前に接続した状態ですけども、画面に表示されたアイコンをクリックしますと、こんな感じでいろいろ表示されましたね。まず上の方にバッテリーの残量と温度が出るようになってますね。そして下の方はインプット電力が表示されるようになってますけども、はい、今は充電機器何もつないでないのでゼロになってますかね。そして右上のアウトプットに切り替えてみますと、はい、上からあと何時間使えるかの目安、
そして AC のスイッチと DC のスイッチと USB のスイッチが順番についてます。こんな風に遠隔からオンオフすることできますね。で、今何も使ってないので横線になってますけども、使うとですね、ここに何ワット使ってるかっていう電力が表示されます。そして右上の方にある設定ボタンを押しますと、はい、結構いろいろな項目を設定できるようになってます。タイムアウトのところは電力を使わなかったら何分で電源オフにしますよっていう時間を設定する項目、これオフにしないっていう設定もできます。そして表示が消えるまでの時間もここで設定できます。これ最長10分ってなってますけども、アップデートで消えなくなるっていう設定もできるようになるっていう噂があります。そう、そういうアップデートがあった場合はこのファームウェアアップデートっていうのをやると最新版に更新することをできます。で、ここヘルプなんですけども、おお、電話番号記載されてる。というわけで困った時はここに連絡するといいみたいですね。そしてこの使用をタップしますと、はい、こいつの使用が一覧で出てきますので、何が何ワットまで使えたとか忘れた時にはここ見るといいですね。はい、スマホで遠隔操作できるっていうことは、つないである機器も遠隔操作できるはずですね。というわけで電気スタンドを 100V に接続してスマホから電源をオンにしますと、はい、つきましたね。これで離れたところに置いた機器を遠隔でオンオフすることができるようになります。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、こいついろいろ多機能で LED 照明やタイマー機能、それから360度首振りを続けることができるっていう面白い機種ですね。で、ここに接続しますと、はい、充電されてるって感じになってますね。次は冷風扇、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと、おっと、ケーブルが邪魔だな。はい、約 25W。 まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれ、ポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。で、シガーソケット使うときは付属の変換ケーブル使います。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと、約55ワット、まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと、あ、そうだ、10分で消えるんだった。はい、約80ワット。はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれ、ポータブルスポットクーラーの感激くんです。で、コンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。あ、電源落ちましたね。本体の表示を見てみても、はい、AC が点滅してエラーになってますね。念のためもう一回試してみますけども、はいはい、やっぱりすぐ落ちますね。というわけで結構突入電力がでかい感激くんは、こいつではちょっと動かなそうですね。
そんな時はこの AC アダプタータイプのポータブルスポットエアコン。実際感激くんよりもこいつの方が総消費電力が多いんですけども、AC アダプターを挟むと動かせるようになるパターンが多いので、こいつで試してみたいと思います。それでは電源をオンにします。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。うん、ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 180W。 うん、もうちょっといけそうだな。次につないでみるのが家庭用の扇風機。もう10年以上前のものなのでかなりボロいですね。ではこれを接続して電源を入れてフルパワーで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、ちょっとばらついてますけども、だいたい 290W くらいですかね。うん、ここら辺が潮時って感じですかね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、それからマックス運転の家庭用扇風機で、 USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと冷風扇。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせてますね。でこれ結構小型な機種で、初めて見る全固体バッテリーを搭載した機種ですけれども、うん、しっかり使用通り使えてますね。次は騒音測定してみたいと思います。今定格以上の電力使ってファンがフル回転してるんですけども、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと、はい、約47デシベル。閑静な住宅地の昼や図書館内と同じ音量レベルです。ちなみにファンの排気口がある方向からも測ってみたんですけども、約2デシベルくらい上がりましたけども、そんな変わんない感じですね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。次は AC100V の電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープです。で、電気の波形は大きく分けると、制限波、疑似制限波、不景波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波。で、疑似制限波と不景波は、なんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や不景波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに不景波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい、で今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプローブを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。でどうなってるのかと言いますと、うん、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり大きくしたんですけども、変なガタガタとかなくて綺麗な波形ですね。で下の方に出ている 60. ちょめちょめっていうのが周波数ですので、はい、こいつ今 60Hz が出力されてるって感じですね。ちなみにこいつは周波数の切り替え機能はないみたいです。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何 V が出てるのか測ってみたいと思います。で使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを刺して測ってみますと、はい、
ほぼ 100V ぴったり。というわけで日本のコンセントと同じ電圧ですので、ほとんどの機器は安心して使えるかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で、使うのはこれ、電力量計です。で、電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 12.6V くらいで 36W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。で、表示画面をついたままにするために、今回アップデートしたオシタローくん2号を使いたいと思います。1号機は1点時間ごとに押すことしかできなかったんですけど、2号機は照度センサーを搭載していて、0.5 秒前よりも暗くなったらボタンを押すっていうような制御にしています。というわけで、こんな風に手の影とかが入って急に暗くなったりすると押すっていうような制御ですね。で、照度を絶対値で何ルクス以下とか設定しちゃうと、朝とか昼とかゆっくり明るさが変わってっちゃっても反応しちゃいますので、一瞬で明るさが変わった場合だけ押すっていうようなプログラムにしています。では時間を置いて見ていきましょう。はい、ぼちぼち時間経ったんですけども、冷蔵庫は止まって、はい、本体の表示も消えてますね。それでは最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、はい、213ワット時使えたってことになってます。あれ、スペックの241ワット時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何パーセント伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、約 89% 使えたってことになってます。で、世の中80から90% っていう製品が多いので、 89% はなかなかないい数値かと思います。というわけで、初めての固体バッテリーの実用量測定ですけども、しっかり使うことできました。はい、じゃあ次は充電時間の測定やってみたいと思います。で、使うのはこれ、AC アダプターです。では背面のコネクタに接続して、ではコンセントを接続しますと、はい、電気がついて充電が始まりましたね。それでは今の充電電力は何ワットかと言いますと、だいたい100ワットくらいで安定してる感じですね。あ、そうだ、こいつ実は USB Type-C からも最大60ワットで入力して充電できるみたいです。はい、充電完了して表示が 100% になってますね。では充電が完了して 100% になった時の経過時間はと言いますと、2時間54分ってことなので、約3時間で完了って感じですかね。最近高速モデルが増えてきたので、なんとなく遅く感じちゃいますけど、まあ3時間以内に充電できるので全然早いですね。ちなみにもっと容量の大きいモデルの方はAC100V 直接入力しての超高速充電に対応してるみたいです。で、最終的に充電に使った電力量は 0.29kW 時イコール 290W 時でした。
はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ小型のカーボンヒーター。ではこいつを 200W で稼働します。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約190W、電力量計では196W ってなってますね。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、ぼちぼち時間が経過したんですけども、表示も消えて、はい、ヒーターの方も停止しています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと、 0.2kW 時イコール200W 時使えたってことになってますね。で、 12V からの変換効率を計算すると約 93%。 世の中 80-90% っていう製品が多いので、 93% はかなりいい数値かと思います。ちなみにスペックから AC100V 直の変換効率は約 83%。 世の中 70-80% っていう製品が多いんで、 83% はなかなかな数値かと思います。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつ実用量も出力もしっかり出てますね。初めての固体バッテリーだったので、なんかどこかに欠点があるんじゃないのかって疑ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。そしてスマホでコントロールできたり、 USB Type-C で充電できたりと便利な機能も備えられてますので、初の固体バッテリーだからといって性能に抜かりがあるっていうわけでもないですね。そして何よりポータブル電源としては安全性がめちゃくちゃ高くなってるっていうのはポイント高いですね。で、おそらく容量が大型化してくると、軽量でコンパクトな固体バッテリーの特徴がさらに際立ってくるかと思いますので、容量違いの他のモデルも気になるとこですね。というわけで、世界最先端の軽量コンパクトかつ超安全な固体バッテリーを搭載したモデルが気になる人、環境や衝撃などを気にせず使いたい人、あと防災やオフグリッドのために超寿命かつ高機能なモデルが欲しいっていう人にはぴったりかと思います。で、最新の価格情報やお得なキャンペーン情報っていうのが入りましたら、下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、ちょくちょく覗いてみてみてください。はい、これからもですね、この続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、いいねボタン、これだけがね、動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、インスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。